Welcome to Witty the Truth. How could you be stagnant when this bass thumping? Cause she threw the hoop and I grabbed it and dunked it. My game comes to me, no, I'm not forcing nothing. I'm on go mode. Please don't wait up. Me plus motion.はい、というわけで引き続き和歌山南旅を観光していきましょうというお話でございます。前回はね、日本の滝百選に選ばれた桑の木の滝の方を観光してきまして、まあ新宮まで来たらね、もう南紀勝浦那智の滝でございますと、そちらの方をね散策していこうという話なんですけれども、久々にこんな大きいところというか人が多い観光地に来ました。で、今回は、まあ、那智大社、西岸渡寺、那智の滝、まあ、この3つをちょっと見回ろうかなと思うんですけれども、まずはやっぱり熊野古道、大門坂から登っていこうと思います。まあ滝の方までね、車の方でも行けるんですけれども、まあまあまあ、せっかくだったら歩いて行こうと。まあ歩く時間に関しては大門坂から行く場合は約2時間半ぐらい見といたらいい。で、車で上の方に行ったら、まあ1時間半ぐらいの観光時間見とけばいいのかなと。で、大門坂駐車場っていうところがあるので、そちらに停めて大門坂をこう登っていきますというお話でございます。まあそこは約40分とか1時間弱ぐらいって言ってましたね。頑張っていきましょう。はい。800年の目音杉を越えて、はい、ここから熊野古道を散策していきましょうというお話でございます。はい、うわ、はい、というわけで大門坂って坂ついてましたね。忘れてた。坂や重きし、ひたすら階段登り続けると13時半に、大門坂入り口に出まして、現在42分と10分間階段登り続けて、まだまだ階段があります。はい、そういうわけで引き続き登ります。無理、死んだ。え、これっぽりじゃない、何ここ、休憩スポットでした。あの広場みたいになって、待って、こっから階段じゃなくなんねんけど、普通の坂を登っていると腰にくるわ。なんだ、はい、よかった、坂に登るってわけじゃなかった。階段もあって普通に平坦な道を、はあ、よかった。いやね、しゃあないしゃあない、サッカーじゃないやん、もうめちゃくちゃ急やん。A little rain begins to fall down, wash it away and see what stays around and round we go now. はい、というわけで意外とでしたね、熊野古道なんかヘッジ。無理、約20分、40分と思ってたんで自分の位置と耐えれました。よかった。今ほんで20分歩いたところで参道ですね。まだ全然、はい、階段を登り続けないといけないんですけれども、なんかでも開けた感じでいいよ、好きで、まあ、突然なんですけれども、ちょっとね、いろんな方にグルメも入れろと申し立てられましたので、どうぞ。これはね、 J の案内人っていう、まあ、この動画を見てもらったら分かるんですけれども、他の方はね、那智大社の方も結構来てるそうで、ここがおすすめだよっていうので、熊野のおすすめ、本日のマグロ定食をいただきましたと。マグロ美味しかったです。どうでしょうか、皆さんもぜひ行ってみてください。では引き続き大社の方に向かっていきます。なんか那智大社、木々が生い茂ってて、もっと森にあるものやと思ってたんですけど、意外とこういった民家とかもあったりするんで、なんかね、路地みたいなものもあって、まあ、9分みたいな感じ。もうちょっとで那智大社の方に到着しますと。一応ね、那智の方がですね、全体的に営業時間というか閉まる時間があるそうで、16時半が最終らしいんで、皆さん2時間3時間かかると仮定して、13時とかにはこっちの方に来ておきましょう。
そういうわけです。ございます。はい。よいしょ。到着。大門坂の方から約40分ですね。まあ、休憩もしましたけど。まあ、約30分歩けば、まあ、歩き続けないといけないですけどね。頑張ったら、那智大社に到着しますと。参拝しに行きましょう。那智の滝を見る前にご挨拶というところで。はい。Some habit's got a grip on me, won't set me free, won't leave me be. I can shake it, I can break it, I can get away from you, you pull me in. I can shake it.おみくじとかもあってね、そう、あの大きいおみくじが引きたかったんです、僕は。で、結果が小吉と。まあまあね、今からね、運気が上がっていくということで、まあ、あんまりいいことは書いてないですね。でも、なんかあんま思った人も人もいてないな。もっと組み込みしてんのかなと思ったら、日本のお客さん、海外からのお客さん、半々ぐらいかな。日本の方が多いかな。という形で、あの下から登ってきましたよ。見えるかな。見えへんかな、あそこに川があるんですけど、あそこの下から、はい、登ってきました。頑張った。じゃあ多分これでとりあえず終わりなのかな、やっちゃうというところで。なんかね、体内くぐりっていうのがあるみたいなんですけど、まあいっか。これはね、また皆さん来た時にこの大きい木の中に入るって、願い事とか絵馬とかそういうのを。うわ、めちゃめちゃでかいわ、すっごいパワーもらえそうな感じ、いいんじゃないですか。じゃあ今から青眼閉じ、あ、もうめっちゃ横なんや、ここっす。青眼閉じが横にあります。あ、なんかすごいですね。なんか神社とお寺が一体となってるというか、初かもしれない。はい。Try to quit you, I go through withdrawals. Tell me that when I die, I'll be the ghost of you. はい、というわけでね、セレガントでございました。わあ、素晴らしい。こっちの厳かな感じがする、僕的にはね。久々にお寺さん来た。天台宗だそうです。何なんですかね、神社とお寺さん。お寺さんと神社はどっちの方が、まあ、優劣をつけるわけじゃないですけれども、雰囲気はやっぱ全然違いますね。横にありますけど、青岩洞寺、多分ここでしょうね。多分一番の見どころっていうか、めっちゃ綺麗に見えるってよく言われる。先に見てしまった。まあいいですか。 Say to me of course.はい、というわけで、車でここまで登ってこれるんすね、青岩洞寺のあたりまで。まあ、そりゃそうか、おじいちゃんおばあちゃんね、来れないですもんね、そうしないと。ということで、これが多分一番おすすめの回り方というか、多分一般的にもこちらの回り方、熊野大社行って、青岩洞寺行って、那智の滝に行くっていうのが一般的なルートやと思うんですけれども、まあ、僕の中でもね、これが一番ベストやと思ってます。まあ、最初に参拝ご挨拶して、ちょっと観光しつつ、最後にあの僕の中のメインスポット、那智の滝に歩いて向かいますというお話でございます。はい、楽しみです。